計画通りの開業が難しくなっているリニア中央新幹線について安倍知事など4県の知事が岸田総理に支援を要請しました。昨日午後、リニア中央新幹線の中間駅が設置される4県の知事が岸田総理と面会し、要望書を提出しました。大学であったり企業であったり、地方分散が進むように、国全体の視点で国土政策としてこのリニアを、ぜひ有効に活用いただけるようにご支援いただければと思いますので。リニア中央新幹線は静岡県がトンネル工事の着工を認めていないため、 JR 東海が目標としていた2027年の開業は難しくなっています。この現状を踏まえ、開業時期の見通しをはっきりさせること、また新たな駅周辺での観光や産業の活性化に向け協力を求めました。今バスで飯田から新宿駅までバスがありますが、4時間以上かかっているところが、リニアで完成しますと、わずか45分で品川駅に到着できるということで、本当に地域の皆さんの期待は高いものであります。中間駅エリアにとっても三大都市圏が、通勤圏内に入ってくるとか、ライフスタイル、あるいは働き方、これも大きく変えることになる。環境づくりという点でお力添えいただければと。安倍知事は南信州や伊那谷から新しいライフスタイルを発信したいと話しました。